資本主義経済からの脱却、これからはやはり人のために何ができるか、環境を汚して成長してきた経済が今までの経済です。で、これからは環境を良くすることによって成長していく経済を作らないと地球は持たないんです。